そうですね、その1個前のプレーで、まあ、ミスしてしまったんで、まあ、これ絶対取らなきゃいけないっていうので、まあ、早田がうまい練習通りいいところに落ちてくれてパスくれたので、まあ、決めるだけだったんでしっかり決めれてよかったです。まあ、そうですね、やっぱり前節自分だけ取れてなかったって本当にずっと悔しかったんで、絶対取ってやろうっていうのがあったんで、まあ、取れて本当に嬉しかったですね。まあ、やっぱりそんな1日2日とかやっただけであの2人は絶対抜けるところにはいないので、逆にまああんだけいいお手本がいるので毎日勉強しながら、いずれはあの高みにまで登っていけるように毎日毎日積み重ねていくだけなので、まあ日々の積み重ね、日々の練習からしっかりやっていきたいと思います。